AT&T ビルはアメリカ合衆国テネシー州の州都ナッシュビルにある超高層ビル。かつてはサウスセントラル、ベルビル、ベルサウスビルと呼ばれた。AT&T ビルよりもバットマンビルという愛称の方が一般的である。1994年8月に完成したテネシー州で最も高い超高層建築物で、 高さは617フィートの33階建てである。2000名が就労できるオフィスタワーである。先頭部3番通り北と2番通り北の間のコマース通り沿いの2.7エレカーの土地も建てられ、1ブロックを占有している。玄関ホールは3フロアに及ぶ温室アトリウムとなっており、地下9階に達する巨大駐車場は1300台の自動車を収容可能である。 その得意な形状と色合いからバットマンビルという愛称で呼ばれている。設計を担当したアール・スー・エンソン・アソシエイツのリチャード・ミラーはサウス・セントラル・ベルの希望で同社の個性がそのまま外観に表された特徴的な建造物としたと語った。2009年8月、フランスのオンラインビジネスジャーナル、レジャーナル・ジュネットはこの バットマンビルディングを世界で最もオリジナリティのあるビルディング12線の一つに選んだが完成後には建物自体の奇抜なデザインと周囲の景観との不釣り合いなことが激しい批判の対象にもなった。なお、オーストラリアのメルボルンにあるメルボルンセントラルショッピングセンターも似たようなデザインである。1994年の落成から2006年までは AT&T がドービルにテネシー本社を置き唯一のテナントであった。現在は総スペースのうち約50万スクエアフィートを占めているのみである。AT&T のリース期間は2020年1月までの23.5年となっている。2008年中頃までの約2年間は日産自動車が北米本社をドービルに置いていたが、 その後テネシー州フランクリンに移転した。オフィスの利用はないが、地元のテレビ局である WTVF チャンネル5は1995年から1996年にかけて斎藤に完成した2台のライブリモコンカメラを利用している。これらのカメラはニュース放送時にナッシュビルの景色を流すために使用されている。1994年の落成後、 AT&T ビルは、ピツニーボーズの不動産部門が設立した、LLP のプリフコ 14LP に約1億ベドルで、買い取られた。2006年7月、プリフコは、サーベラスキャピタルマネジメントの子会社であるイントキャップ、ファイナンシャルに買収され、AT&T ビルはすぐさま売りに出された。2007年中頃に MTL リーシングが、同ビルを購入したが、 購入額は明らかにされていない。ありがとうございます。